おっスオめえたちオラの予想通りに下落が始まったなこのあとしばらく下落してからまた一気にえいち発してくるのがオラの AI 予想だおメえたちも株価が下がったときに買うっていうのは間違ってはいねえんだけどよあまりにも早くに買いではいっちゃうと結構含み損が大きくなって精神的に耐えられなくなるかもしれねえからよ下落したからってすぐに飛びつかずにある程度落ち着いて投資のタイミングを決めることが大事だぞんじゃあ 今日もオラがおめえたちにとっておきの情報を提供してやっからよ。最後まで耳かっぽじってよく聞いて言ってくれよな。んじゃ。あ始めっぞ。と言いたいところだがまずはここでチャンネル登録をよろしくな。んじゃ。あ始めっぞ。今日の東京株式市場で日経平均株価は。 3営業日ぶりに反落したぞ、全営業日471円45銭安の 29, 2万9302円66銭で取引を終えたな、下げ幅は10月21日以来の大きさだったみてえだぞ、米国市場で長期金利の上昇からハイテク株が下落した流れを受けて、休場明けの東京市場でもグロース。成長 株を中心に幅広い銘柄に売りが広がったってわけだバイデン大統領が米国連邦準備理事会 FRB のパウエル議長を再任すると22日に発表したな量的金融緩和の縮小が順調に進展するという見方から米国市場で長期金利が23日に1.6%台後半まで上昇したぞ金利上昇を嫌気してハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は2 2 23日に1.8%も下落して東京市場でも割高感が意識されやすくなった高 PER 株価収益率株への売りが強まったぞ今日は午後には行ってもグロース株への売りは止まらずに日経平均株価は25日移動平均を下回っちまったぞ相場動向に追随する CT a 商品投資顧問なんかの売りも巻き込んで 下げ幅は560円まで拡大する場面があったな、その反面、米国金利の上昇を材料視した金融関連株への買いとか、外国為替市場で円相場が1ドル115円台まで下落したのを受けた自動車株への買いは相場を下支えしたな。オラがこれまでずっと言っていた今月末からの下落がいよいよ始まったぞ、おめえたちは不安にならずに、オラの動画でしっかりと勉強して、今後に備えてくれよ、んじゃ。あ 明日も絶対見てくれよないいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな